長崎電気軌道株式会社は長崎市内で路面電車路線を営業する軌道事業者である。通称は電鉄、長崎電鉄、路面電車。地元住民の間では電車という名称もよく使われている。同社が過去に長崎電鉄などという社名を採用していたことはないが電話帳にも長崎電気軌道以外に 長崎電鉄という表記で記載されている。なお資料によっては、長崎電気という略称を用いているものもあるが、あまり一般的ではない。公式サイトの URL のホスト名は www.、www.naga-den.com だが、長電といえば、長野県にある、長野電鉄の略称として用いることが、一般的で、長崎電気軌道が、長電と呼ばれることは、 ほとんどない。1914年8月2日設立。1915年11月16日、病院化引く、区長官の電気軌道を開業し、現在、5路線4系統を営業する。戦後の一時期は、バス事業も行っていたが、経営不振などから1971年に、長崎自動車に事業を譲渡し、撤退している。国道上を走る。 路面電車長崎小町電車停留場、手採式へはがき長崎市は、京愛な谷間に、線上に、市街地が形成され、面的広がりを持たない。これは、公共交通機関を運営するにあたり集客面で、有利な条件である。また、均一性運賃の採用、車両や、線路の敷石などを、他の企業から譲り受け、カラー電車。 電車内の広告などの宣伝料により黒字経営を実現している。長崎市北部や活石方面への延伸計画があるが、勾配、道路幅の制約、建設費といった問題で進展していない。2008年12月には、長崎駅付近の連続立体交差化事業により、高架駅となる長崎駅下へ路面電車を延伸する構想を出したが、 2012年10月に、この構想は廃止されることになった。極大橋の掛け替えを条件に、裏上川対岸の稲佐、アグリの裏方面へ延伸する構想も出している。また、国や長崎県、長崎市による松が、枝国際観光船付頭の拡張整備に伴い、大浦海岸2から、松が、枝方面への延伸及び、車庫の新設と、 感染区間になっている大浦海岸通石橋間の複線化を行う計画が出されている。この計画の実現によって赤はさま、公海道前から大浦海岸通石橋のルートを走る路面電車の直通運行を検討している。2007年7月2日、九州運輸局から2006年に起こした3件の 追突、接触事故を報告しなかったとして、安全管理などの改善を求める、行政指導を受けた。事故の中には、運転士が骨折する事故もあったが、会社は、軽微な事故と認識していたという。運賃は1984年6月1日に、それまでの一乗車90円から100円に改定して、以降、25年にわたり、値上げを行わなかった。 1989年の消費税導入、1997年の同税率引上げの際も、10円の値上げは、便乗値上げになるとして、消費税は転嫁されず、100円のまま据え置かれた。2008年に、今後のバリアフリー対応や、運行情報管理システムなどの導入といった、設備投資や安全対策で経費の増大が見込まれる。 ため、2009年度以降運賃を値上げする方針であることが明らかにされ、2009年8月3日に上限運賃を一乗車120円に変更することを九州運輸局に認可申請し、同年8月31日に認可された。そして、同年10月1日より25年ぶりに運賃を値上げし、120円とした。 120円に値上げされた後も2014年4月に消費税率の引上げが実施されたが消費税は転嫁されずに120円のまま据え置かれた。その後2018年12月25日には運賃を一乗車130円に再び値上げすることを九州運輸局に認可申請した。 2019年2月26日付で認可され、同年2月27日付で、運賃改定の届出を提出し、同年4月1日より130円への改定が実施された。2021年6月23日に、九州運輸局に、運賃改定の申請をし、認可されたため同年10月1日から140円に、値上げされた。 11枚綴り1000円の回数券を発行していたが、2008年3月20日より、長崎スマートカードでも回数券利用が可能となり、2008年12月に2万車を除いた全車両で使用可能となったため、回数券は2008年12月31日に発売を終了した。2009年9月30日まで使用可能で、 それ以降は2009年12月31日まで払い戻しが行われていた。また、長崎スマートカード導入とともに運賃箱が自動両替機付きのものに更新され、薬袋のような両替袋と手動運賃箱も通満車を除いて姿を消した。ただし、イベント等で混雑する場合は、係員が手動運賃箱と、 長崎スマートカードのカードリーダーを持って停留場に立つ。新地中華街停留場では乗り継ぎ券も発行していた。長崎スマートカードの全車両対応により2009年1月1日より新地中華街停留場でもらえる乗り継ぎ券は現金回数券利用者のみとなりスマートカード利用者は自動的に乗り継いで後に乗車する電車運賃が 無料になるよう設定された。乗り継ぎ券使用時は、新地中華街停留場から外に出ると無効になる。この乗り継ぎ券は2008年1月1日より、長崎スマートカード導入に伴う、運賃自動読み取り機導入に合わせて、一回り小さな、サイズに変更された。2009年1月10日より、長崎電気機動でも、定期券タイプの長崎スマートカードが発売されている。 2020年3月22日に長崎にもかが導入され、にもかなどの全国総合利用交通系 IC カードが利用可能となった。定期券もにもかでの発売となった。新地中華街停留場、市民会館停留場で電車を乗り継ぐ際、 にもかなどの全国総合利用交通系 IC カードでも乗り継いで後に乗車する電車運賃無料が自動適用される。これに伴い2021年3月31日をもって乗り継ぎ券の発行は終了となった。また沿線に観光名所が多いことから1977年8月より1日乗車券を販売している。観光案内所や 提携先のホテル等で購入が可能であるが、社内では購入できない。2008年からは、九州旅客鉄道が発行する、旅名人の九州満喫切符でも全線利用できる。さらに2013年4月からは、スマートフォンを利用した、モバイル1日乗車券の販売を、2018年2月からは、購入時より24時間有効の、 モバイル24時間乗車券の販売を開始した。長崎電気軌道の系統図2019年6月。現在、長崎電気軌道は、下記の5系統を運行している。停車場所は、路面電車の乗降場なので、停留場という名称となるが、路線図には、電停という表記も見られる。路線図長崎電気軌道は、下記の5路線計 11.5km を有している。 全線期間 1435mm 直流電化。停留場の番号は1984年5月30日に宝町と大鳩に試験的に設置された停留場名表示板に初めて表示された。その後、9月から10月にかけて長崎駅前や地区町には上り降りとも番号入りの表示板が設置されたほか、 他の主要停留場にも折りまたは上りに設置され、その後、順次設置が進められた。これに伴い、1日乗車券も1984年8月から発売されたものには、路線案内図の各停留場名に番号が印刷されるようになった。なお、安全地帯の端部に設置されている、アンドニ式の停留場標識には、1987年に番号を表示している。 さらに2012年には、各停留場名表示板やアンドン標識等の番号は、新たに運転系統別に色分けしたリングで囲んだものに変更されている。赤挟ま停留場から順に11番から投資で、昭和町通り停留場を除く、全停留場に振ってある。なお、停留場廃止により、欠番が生じた場合でも番号は詰めない。詳しくは、 各系統の記事を参照。2018年8月1日に以下の13停留場の名称が変更された。全、下を施設名のみにしてもより施設を明確にする。運行系統によって乗り場が離れている停留場の一部を解消し、それぞれ別停留場とする。現況と乖離した停留場名を現況に合わせて解消。 沿線の観光施設などを停留場名にして利便性向上を図る。このほか長崎県、静岡県内に月決め有料駐車場、貸しビルなどを所有する。2020年4月1日時点で調停商社6両、花電車1両を含む72両が在籍している。括弧内の数字は在籍車両の車番を示す。 長崎西洋館の長崎路面電車資料館に運転台部分のモックアップや部品等が展示されている。また、長崎市東古川町に廃車車両の部品を利用した飲食店があったが、2017年12月をもって閉店している。かつては電車の製作を行い、他の機動会社にも納入していた。 自社用に1916年から1924年まで53両が製造された。他の軌道会社には1917年に、富山電気軌道13.14、四国水力電気13の16、土佐電気鉄道48の52、1923年、筑後軌道45の47を製作している。 他に、九州伝統鉄道6両、九州水力電気17両の改造工事をしている。長、にゃんの着ぐるみ2015年に、創業100周年記念で作られた公式キャラクターで、長崎のお曲がり猫をモチーフとした猫の姿であるが、設定上は、性別不明の要請である。頭には電車を乗したマスクをかぶり、肩からは、路面電車グッズとカステラの入った、 電車系のバッグを下げ、お腹には、デジマ型のポケットがついている。性格はいたずら好きでやんちゃだが、頭のマスクには思ったことが表示されてしまう、方向膜がついていることから、嘘をつくのは苦手ということになっている。なお、同年8月に、初めて披露された花電車87号の塗装は、本キャラクターがモチーフとなっている。1964年、 車体全体に商業広告を施した全面広告車を日本の路面電車として初めて実施した。発案者によると西日本鉄道の大向田線、福岡市内線等を走行していたキャッチフレーズ入り電車が着想のヒントになったという。最初のスポンサーは金棒化粧品で同年9月より3両が運行を開始した。現在でも 地元企業から全国的に有名な企業のものまで、数多くの企業がスポンサーを務めている。契約は1ヶ月単位で、それとは別に最低契約期間が、車種によって定められている。2004年度から2008年度までは、長崎電気機道が主催となり、長崎の街に似合う、カラー電車コンテストが行われていた。カラー電車のデザイン成功上と、企業、 利用者への認知度上昇を目的として、人気投票と、社内審査で、カラー電車対象、デザイン賞などを選定した。なお、長崎の景観に配慮して、全在籍車両の40%を超えないように、調整されている。浦上協会と長崎電気バス1953年から1971年までの18年間、電鉄バスや長崎電気バスの名称で、 バス事業を行っていた。長崎電気軌道は1932年1月に長崎諫早間の乗り合い自動車運輸営業願書翌年には長崎市内の同願書を提出したが長崎県営バスが1934年3月に開業したことから諫早線の願書を取り下げた。1936年4月には長崎バスも開業したが それでも1950年頃まで長崎市内唯一の交通機関は路面電車であった。しかし戦後の経済復興によりライバル会社による市内のバス運行が急激に拡充されていったことから軌道事業防御の目的で再び乗り合いバスの免許を申請。1953年4月1日よりホタルジャや住吉間の電車路線と並行する形で 市内線バスの営業を開始した。都市計画による道路新設拡幅に伴い路線は延長され、1955年3月1日からは一般貸し切りバスを、1963年9月16日からは定期観光バスも営業を開始した。しかし、バス事業参入時点で競合他社に有望な路線を抑えられていたことから、輸送量は伸び悩み、 バス事業の赤字を軌道事業の黒字で補填する状態であった。さらに、モータリゼーションの進展や人権費等の高騰により、バス事業のみならず本業の軌道事業の経営も悪化した。長崎電気軌道の経営陣は、今後、運賃値上げや合理化等の経営努力をもってしても、バス事業の経営好転は望めないと判断。 1971年3月1日にバス事業を長崎バスに完全譲渡し、起動事業に一本化した。このような状況に陥ったバス事業権への路面電車事業者は、路面電車を廃止してバスに一本化したケースが多く、バスを廃止して路面電車に一本化したケースは全国でも珍しいが、これはバス路線が 長崎バスや県営バスと競合する区間が多かったことなどが挙げられる。石原裕二郎主演の映画、若い人では、この会社のバスが登場している。バス事業末期の路線、番号と運行系統。ありがとうございます。